おはようございます。8月29日木曜日朝の8時40分です。今日は野田に来てます。昨日野田で積んだイベント用の荷物、どうやらイベントが中止になったので、また返却することになりました。うちのトラックで4台積んだんですけどね、全部キャンセルになりました。イベント中止。まあ9時ぐらいから降ろせると思います。降ろしたら、また会社戻って、で午後1から京都府福知山市行きの荷物を積みます。はい、ということで台風が接近しているので今日は曇りですね。で明日は雨、土曜日は強風という予報になってます。はい、よろしくお願いします。野田の荷物はカゴ台車が6台とメッシュカゴに入った荷物が2つとハンドリフトが1台、まあそんな感じです。はい、9時18分野田市完了しました。横浜都筑区に向かって行きます。まあ積みは午後になるだろうから、まあ早くて午後1かな。でも荷物昨日できてるって言ってたから、もしかしたら直接入っていいよって言うかもしんないな。とにかく都筑区行きます。10時48分、およそ700m 先渋滞が発生しています。大井パーキングです。430野田で荷下ろしで10分ちょっとしか使ってないから430入れないといけなくなりました。ここで20分以上休憩ということで、休憩ついでに昼飯を食べておきます。今日の昼飯は昨日と同じで赤魚のかす漬け、これが美味しいです。ノルウェー産、ロシアじゃなくてよかった、ノルウェー産。スーパーOK ストアで買ったやつで3切れ入って399円でした。ほい、こんな感じで1時30分横浜都筑区積み館です。機械物が7個、とあと段ボールケース全部で22個、ということで、まあ無
物量的には少ないですけど、これで、明日の、10時着の福知山です。積んでる時は曇ってたんだけど、今雨降ってきましたね。まあなんか降ったりやんだりって感じですね。はい、じゃあとりあえずね、会社でシャワーしちゃいます。そうすればあとは走るだけなんで。会社でシャワーすを、まあ20分から25分ぐらいでやめといて、終わらせて、まあできれば20分ぐらいで終わらせればいいんだけどね。そうすればあと残り10分430入れればいいと。30分シャワーに時間かけるともう一回30分休まなくちゃいけなくなるから。よいしょ、これまたいただきました、荷主さんにありがとうございます。もうごくごくいっちゃいます。はい、2時です。シャワーして出てきました。シャワー10分で終わりました。なんか海老名がいつも混むんだよね、海老名のあたりが。昔は混まなかった気がするんだけどな。甲府インターから乗って北西線で青葉ジャンクションから東名行きます。はい、6時20分岡崎サービスエリアです。430、まあ、10分休憩すれば出発できるんだけど、全然止めれない、通路に止まってます。まあ、10分ぐらいだったら大丈夫だと思います。ちょっとコンビニに行こうかなと思ったけど、ちょっと通路だから離れられないですね。はい、お疲れ様です。9時30分、ここは京都縦貫道か、京丹波パーキングエリアです。福知山まであと40キロちょっと、違う、目的地まであと50キロぐらいで、まあ明日10時おろしだから、まあ9時に出ても間に合うということですね。ちょっと深夜割り失敗した感じですね。神戸ジャンクションから舞鶴若狭で回っていけば、
間違いなく深夜割り使えたんだけど、京都縦貫道入ったら料金所出ちゃったからね、深夜割り失敗ですね。1万3000いくらだったかかかりました。で3割だから、約4000円ぐらい損したから、まあね、あっち神戸ジャンクション回ると遠回りになるんですけどね、まあその分、まあ、料金も上がりますけどね、まあどのぐらい違うのか、まあ、計算してないけど、まあということでここで、休息します。まあなんかここお店はあるけど、多分今は今の時間だと、あ、なんか売店はやってんのかな。まあやってないと思ったから、あの土山のセブンイレブンで飯を買ってきました。それを食べようと思います。はい、今日の運行7時から動いております。結構時間使いましたね。はい、こんな感じで14時間25分も使いました。はい、セブンイレブンで買った晩飯、梅干しおにぎり、はい、最近ハマってるたらことエビのスパゲティサラダ、これ美味しいです。あと新しいものを買ってきました。イカとエビ、ブロッコリー、オリーブオイル仕立て、298円、結構しますね。こっちは258円。はい、でいただきます。これを食べてみようか。いただきます。美味しいね。高いだけある。程よく塩味が効いてる。はい、いただきます。このたらこが、たらことスパゲティが美味しいね。はい、お疲れ様です。11時20分休みたいと思います。はい、
まあこっちの方はトラックめっちゃくちゃ少ないからガラガラです。乗用車もガラ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 っていうか片手で数えるぐらいしか止まってない。はい、では休みたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いいたします。なんとか2000名行きたいところですが、できればよろしくお願いいたします。チャンネル登録グッドボタンお願いいたします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。